はこんばんは、It's Sega の Brand で、今日は2人ともちょっとおしゃれめにしています。はい、そう、今日はね、一日お休みなので、うん、あるところに行きたいと思ってるんだよね。はい、2人とも行ったことないところなんですけど、言う？うん、いいよ。三軒茶屋っていうところです。はい、はい、三軒茶屋って言ったら、なんかもうイメージはなんか名前に茶が入ってるから、なんかお茶がいっぱいあるかなっていう勝手な想像、うん、ね、三軒のお茶屋さんがあるのかな。だからなんかね、初めて行く駅だからすごい楽しみです。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、行きます。行きます。着きました。お腹すいた。なんか探そう。お昼食べよう。天気はあんまし良くない。そうね、まあ、寒くはないけど、雨じゃないからまだね。お腹いっぱいになりました。これからは歩いて三軒茶屋駅の方、そうね、ブラブラして、ね、向かってブラブラしたいと思います、はい、ね、カフェとかも行きたいから、そうだね、ちょっといろいろ調べないで、そう、適当に、ね、適当に見て回りたいと思っております。しょう今すごい小道に入ってきたけど、道つながってんのかな、これ。通り道ありそう。あ、なさそう。なさそう。うん、工事してる。 U ターンそういうこともありますよ。そうだね、ね、大通りじゃなくて裏道使ってみようって、裏道入ったらまさかの工事中でした。だから、ね、だから俺ら以外誰もいないのか。一人ね、さっきいたけどね。うん、どうやってどこ行ったかな。ね、最初ナチュラルもあるここにしようと思ったんですが、今2時から3時まで休憩中らしく入れませんので、あと1時間ねしたら3時からもう一回開くらしいので、また3時過ぎたらここに帰ってきたいと思います。ちょっとじゃあブルブルしよっかね。レモンケーキがね、美味しそう。さっきね、無印で新しいサンデー、うん、これ最近ね、俺ら結構無印にお世話になってるね。そうだね、化粧水とかこそう、このセットアップもね、人生の初めてのセットアップ、かっこいい。俺も着れるよね。そうだね、それ求めてたチーズ。そう、これ1000円でカルボナーラ2回分ぐらい。まあ、まあ、瓶のやつはサワークラウト。イエーイ、イエーイ。Thank you.
すごいね、すぐ溶けないんだね。美味しそうだ ね。ケーキも来たよ。美味しい、美味しいです。でも私もいます、私もいます。電車で爆睡しちゃった帰り。どこ行きたいの？帰ってくるとみんな甘えん坊になるから、ね、そうね、寂しかったって言うから、ね、じゃあそのままエンディング撮りますか。どっか行っちゃうよ今、はい、バイバイ、はい、バイバイ。はい、ってことで今日の動画はここまでになります、はい、三軒茶屋ね、初めて今日行ったんだけど、またあの行って、あの今日行けなかったお店とか、うん、なんかお昼ご飯は今日ラーメンだったけど、うん、なんかもっと奥の方進んでたいろんなお店をね発見できたから、そう、その後にね、そう、うん、そういうところも行ってみたいと思いました。はい、また行きましょう。はい、で皆さんもあの三軒茶屋おすすめのお店とかあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、まあね、いろいろあると思うからね、うん、また行こうね。はい、ってことで今日の動画はここまでになります、はい、この動画面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。あとは概要欄の SNS などのチェックもお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、アッシュバイバイ、バイバイ、バイバイ、アッシュちゃん。